ネクスト -1 は航空宇宙技術研究所と後継機関の宇宙航空研究開発機構航空本部が開発運用した実験機小型超音速実験機とも呼ばれるネクスト -1 超音速旅客機の実現に必要不可欠な要素の一つである経済性の向上を目指して超音速機の燃費を改善する機体形状の調査のために制作された 無人実験機。機体自体は動力を持たない滑空機であり、固体ロケットなるマイナス735を用いて、打ち上げられ、マッハにまで加速した後に、高度 18km で、ロケットから分離し、滑空中に飛行試験を実施、試験終了後はパラシュートが開き地上に落下する。機体設計においては主翼へのクランクドアロー翼や、自然送流翼の採用。 エリアルールの適用などが行われており、これらによって各式空気抵抗の低減を図っている。また、主翼は、計算流体力学と逆問題的手法の組み合わせによる CFD 逆問題設計法により、数学的アルゴリズムにのっ,とって最適な形状に設計された。第1回飛行試験は、 オーストラリアのウーメラ試験場で2002年7月4日に行われたが、打ち上げ直後に機体が打ち上げロケットから脱落し、試験は失敗した。脱落の原因は、ロケット点火時の衝撃などによって、オートパイロットが変異し、オートパイロットへ供給される電源が一時的に、電圧低下を起こしたことにより、オートパイロットがリセットし、分離ボルトが作動したためだった。その後、 第2回飛行試験は2005年10月10日に、ウーメラ試験場で行われ、予定されたデータを取得し飛行試験は成功。この試験において、コンコルドと比べて、空気抵抗が13%低減されたことが、計測された。第2期実験機として、Z エンジンを搭載した発展型 NEXT-2 による試験も予定されていたが、2003年に計画が、凍結されている。 超音速旅客機の開発プロジェクトは、静粛超音速機技術の研究開発に引き継がれ、Z エンジンを搭載した実験機 S3TD が計画されたが、これも凍結され、無水力落下試験による低ソニックブーム設計概念実証プロジェクトに続いていく。ありがとうございます。